カイロ大について全国的に注目が集まった2020年6月、エジプト政府から異例の声明文がフェイスブックで発表されるも、どこか都民は消去不良な状況にありました。その疑念を払拭するためなのか、母校カイロ大学に赴き講演をするも、なぜかすべて日本語でした。知事は著書、振袖ピラミッドに登る。こちら、なんと、知事のサイン入りが手元に入りました。の中で通訳翻訳を通じ、民間外交官として有効に協力とあります。母国語で話しかけることこそ、民間外交の役目ではないでしょうか。以前、学歴問題の疑いを晴らしていただきたいと思います。私がアラビア語の文語体、フスハで答弁を求めたところ、フスハでここでお話しても誰もお分かりにならないと拒否をされたというのに、言葉のわかる可愛い後輩たちになぜフスハはもちろんアンミアですら語りかけなかったのか、多くの都民も不思議に思っておりますことから理由を説明ください。カイロ大学文学部日本語日本文学科での講演についてでございます。相手は日本語を学ぶ学生たちであり、大学側からの依頼を受け、分かりやすい日本語で行ったものでございます。ことごとく知事は答弁拒否されることが、かえって疑念が深まります。やはりアラビア語で講演しなかった理由が理解できませんね。卒業のエビデンスとなったこちらの声明文ですけれども、2020年6月9日に突然公表されました。知事はエジプト政府、カイロ大関係者等に作成依頼はされてませんよね。また、公表前に目にしたこともないですよね。確認させていただきます。重ねてのご答弁になって恐縮でございますが、カイロ大学文学部日本文学科での講演についてでございます。繰り返しにはなりますが、相手が日本語を学ぶ学生たちであり、大学側からの依頼を受け、日本語で行ったものでございます。